皆さんこんばんは。ドラゴンボール GT でおなじみ、ヒロインパンちゃんよ。今日はおつまみキャベツで優勝していくわ。子供だからって甘く見てると、痛い目見るんだからね。まずニンニクの皮をむいていくわよ。フードプロセッサーでぐっちゃぐちゃにしたらサラダオイルをかけてニンニクオイルの完成よ。1年くらいを持つからニンニクチューブを買うよりはおすすめね。キャベツを栽培マンサイズに切ったら、フライパンに油、 さっきのニンニクオイル、キャベツ、塩をお見舞いするわよ。そしたら蓋を閉めて中火で3分。この時時間が経つのでフライパンは開けないのをおすすめするわ。適当に炒めてごまをあえたら。あらやだ、美味しそう、やだー。おつまみキャベツの完成よ。いただきます。 どう私の強さが分かったでしょう。ごちそうさまでした。